思い出のガンプラキットレビュー集。マスターグレードモデル、ケンプファー。時は1989年、バンダイさんから、ガシャポン戦士シリーズ、SD ガンダムマーク22が発売される。中でも、機動戦士ガンダム0080、ポケットの中の戦争に登場するケンプファーは、武器が多いことが好感され、ガキンチョだけでなく、大きなお兄さんにも絶賛された。あまりの人気に、駄菓子屋のババアが用意していた100円玉が瞬時になくなり、ガシャポンができないと、途方に暮れるガキンチョが続出する中、大きなお兄さんは自動販売機でジュースを買って、釣り銭の100円玉を確保するという荒技を披露。目当てのケンプファーに固執する大人げない姿は、ガキンチョの心胆を寒からせたという。何それ怖い。ケンプファーは、OVA、機動戦士ガンダム0080、ポケットの中の戦争に登場する、ジオン広告軍の試作型強襲用モビルスーツなのでおます。ポケ戦に登場するモビルスーツは、機動戦士ガンダムに登場したデザインを、伊豆淵豊氏によって、当時の目で見ても遜色のないようにリファインしているのだけどもね。このケンプファーだけは、元のデザインが存在しないオリジナル機体なのでして、ぶっちゃんが趣味全開でデザインしたことがありありとわかる、よもすえなモビルスーツだったのでございます。そうだ、その通り。デザインコンセプトとしては、旧日本軍の戦闘機がモデルで、機動力を持たせる代わりに、装甲を薄くしているのが特徴なんどすえ。複数の武器をつけるという高山監督のアイデアを反映し、武器の類が秋高美香氏によってデザインされた結果、重武装ながら機動力に優れる、一撃離脱型のモビルスーツとして完成したのでございやす。実際、現用の兵器でも、前面以外は装甲が薄いのが普通でして、このあたりは、時代とともにガンダムファンが高年齢化する中、当時としても、湾岸戦争の影響により、軍事方面の情報の露出が激増した時期、本屋にも軍事関連の書籍が平積みされ、それらがバンバン売れている状況下では、ファーストガンダムの頃から全く進歩がないままの解釈では、成長したファンに、幼稚と捉えられる可能性があるため、ミリタリー方面に詳しい伊豆淵氏の解釈は、なかなかどうして、的を得ていたものだったのでありんすよ。そうだそうだ、クリームそうだ。ちなみに、伊豆淵氏が、ドイツ語で闘志を意味するケンプファーと命名したことから、ジオンのモビルスーツとしては、初めて意味のある名前がついた機体になっちまったのですよ。わけわかめ。装甲が薄いと機動性能が高いという解釈に関しては、ファーストガンダムの自分に、シャア専用ザクが、通常のザクの3倍のスピードを出せるという根拠が不明瞭だったもんざいもん。今でこそ推力やノズルの大きさなどが違うと後付けされているものの、当時は、通常のザクと何ら変わりないデザインだったわけでして、多くの方がその理由を考察した結果、機体の強度の問題とかは別として、装甲を薄くすれば、早く動けるのではないかという解釈が好まれた時期も存在したのでございます。そうかそうか、よかったね。アニメ本編でのケンプファーは、その描写に長い時間が取られており、第2話の分解シーンで初登場して以降、パーツ単位に分解されたケンプファーは、ジオン軍のサイクロプス隊によってサイド6のリボーコロニーへ運び込まれ、偽装した町工場内にて組み立てられたのが3話。第4話では、サイクロプス隊のミーシャが乗り込み、ガンダム NT-1 を奪取、もしくは破壊すべく、酔っ払い運転で出撃しちまったのでしたとさ。リア軍が所有する小型のドラケン E をショットガンで一周し、迎撃に出た連邦軍、グレイファントム所属のスカーレット隊と交戦。後に、出落ち部隊と呼ばれることとなるこの部隊を瞬く間に全滅させて、ガンダム NT-1 に迫ったのだよ。パナイネー。ところがギッチョン、間一髪で、ガンダム NT-1 にテストパイロットのクリスちゃんが乗り込んじまって緊急発進。この時点までの道中で、手持ちの武装のほとんどを使っちまってたケンプファーは、事前に、配置しておいたチェーンマインをトラックから取り出し、のろくさ動いてるデブイガンダムに巻きつけて、爆破に成功しちまったのですよ、ポチッとな。だが、しかーし、爆炎に包まれたガンダムからボロボロの装甲が剥がれ落ちると、中からはスマートなガンダムが出てくるじゃあありませんか？その刹那、ガンダムの隠し武器であるガトリング砲が至近距離で火を吹き、防御能力の低いケンプファーは、蜂の巣にされてしまうという顛末。戦闘シーンが効果的に導入されたことにより、演出的にも当時としては屈指の名シーンになったのですよ。これほんと。ここに至る道中のチートっぷりから、ひょっとしたらガンダムを倒しちまうのではと、よもすえな想像をした方々の期待は、淡くも打ち砕かれてしまったもんで、この行為により、ガンダム NT-1 は脱いだらすごいガンダム、隠し武器のガトリング砲も卑怯砲と呼ばれ、特に、ケンプファーが好きだった方々からは、いやあんなガンダムと認知されることになったのよん。そうだっけ？まあ、あれよね。物語が完結に至ろうとするさなかにだよ。そこへ至るプロセスが突然に停止しちまった場合、視聴者が、
かなりの衝撃を伴うのは当然のことなのだけどもね。その際に、日本人特有とも言えるある種の美的感情を引き起こし、いつまでも余韻が続く場合があったりするのよ、初見さん。お涙頂戴とは、ちょっと違うね。外国の方からすらね、どうして日本の作品は、ラストでハッピーエンドにならないのとかよく聞くじゃん。その根底には昔から普遍の、もののあはれとも言うべき、しみじみとした情緒や、無情感的な哀愁を好む性癖が挙げられ、日本人の美意識や価値観が、すんげえ面倒くさいことを表しているのだよ。わかれ。わかるかなぁ。わかんねえだろうなぁ。なんやかんやで、ケンプファーは、ドッグでのバラシ作業から、搬送、再組み立て、調整作業、実動状況、そんでもって、戦闘後の残骸の状態までを演出した初にして、今のところ唯一の存在となり、OVA オリジナルの期待ながら、これらの演出によって、戦時物が好きな連中の大好物である、悲運の期待という立ち位置にまで昇華され、ジオンフリークにとっては、一年戦争時のジオン製モビルスーツの代表、もしくは、ジオン最強とも言うべき立場のモビルスーツになり得たのでござりましょう。そんなん、嘘っぱちだー。時は2001年1月、21世紀の幕開けと同時に発売されたマスターグレードケンプファーは、グフやグフカスタムと、一部共通のフレームを使っているにもかかわらず、プロポーションと豊富な武装が交換され、コストパフォーマンスも良好な収作キットと、多くのモデラーに絶賛された。しかし、パーツ単位で見れば厄介な部分も多く、仮組みから全塗装までが当たり前のモデラーならば見過ごさない部分も、パチ組みに慣れたモデラーには分からずに、嫌気される部分となった。ケンプファーがゲームに頻繁に登場するようになった時勢だけに、成型色が鮮やかな青でない点は、パチ組みモデラーには悩ましい問題だったという。キットの値段は4000円。2001年1月に発売されたキットだよん。グフやグフカスタムと共通のフレームを使っているにもかかわらず、重厚感のあるプロポーションに、ジオン軍のモビルスーツらしい曲面を主体としたフォルムが交換されて大人気。発売開始から20年近く経った今でも、古臭さを感じさせない傑作キットなのでございます。ねえキット、来たー。キットの特徴としては、このキットもパーツの共有化を行い、グフやグフカスタムと共有するパーツを集めた、メカフレームなるランナーを使用するキットなのだけど、脚部の内部構造はもとより、腕部の内部構造も再現する作りになっておりまして、組んだ内部フレームに外装パーツを後はめする仕様により、合わせ目が目立つ部分が減少し、かつ、組みやすさも改善してたりした問題。難点としては、ABS のパーツをビス止めして関節の保持力を調整する仕様だもんで、このキットの場合は、肘の調整は簡単だけど、肩と膝はパーツが被さるので、関節の保持力を調整する場合は、一度分解する必要があるのよ、マイルやね。武器は、ショットガン、ジャイアントバズ、シュツルムファウスト、ビームサーベル、チェーンマインが付属。ショットガンは2丁で、エキストラストックが付属。1丁を腰部のオプションラッチにマウント可能。ジャイアントバズも2門で、背中のオプションラッチにマウント可能。シュツルムファウストは2機付属、脚部のオプションラッチにマウント可能で、発射状態の弾頭がついているのが嬉しいね。ビームサーベルも2機。刃の部分はクリアイエロー JK で、サーベル本体を分割して、先端だけ脚部のサーベルラックに差し込む仕様なんどすえ。チェーンマインはリード線で繋ぐので、ポーズをつけやすくするには、糸ハンダやアルミ線に置き換えるのが良いかもしれん、かもしれん。ハンドパーツは、可動指式のものと平手が両手分付属。可動指式のものは保持力がいまいち。平手の表情は、当時としてはかなり優秀だったものなのだけど、拳がついてないのが嫌あんな感じだったものなんだい。あとは、ジオン兵のフィギュアが2種類付属。こいつは、間違ってもミーシャじゃございやせん。そいつはちょっと、笑えなーい。いずれにしても、武装がすんげー多いのに、これで4000円という値段は破格と言ってよいですな。今なら6000円近い値段になるのは間違いないので、この時期にケンプファーがキット化されたことは、非常に幸運だったと言えるのよん。そうだそうだ、ごもっとも。気になる点としては、成型色が青じゃなくて、青緑なのがちょっとなーって感じやね。なんせ、夜間の戦いしかやってないもんで、初期のキットは青緑の成型色が多かったのだよね。それを言ったら、ガンダム NT1 もニューガンダムみたいな色味だったのですよ。あいたたたー。頭部、マルチブレードアンテナの白い部分は、このキットでは平坦だけども、本来は一段低かったんじゃなかったっけ？強度が必要な部分だけに、そのままでも良さそうだけど、気持ち削ってやると雰囲気が良くなるかもしんない。折れたらシャレにならんので、予備を作るくらいはしときましょう。総評としては、マスターグレードモデルとしてもクオリティが高い仕様ながら、部分的に引けがあったりきつい部分があったりと、本格的に組む前に、一度仮組みを推奨しておきたいキットやね。
ボディのメッシュパイプとかも、長さを正確に測らないと稼働に制限が出たりするのよね。こういった部分は、生産された時期によっても多少異なる場合があるので念のため。内部フレームは、初期のマスターグレードモデルとは比較にならないほどの完成度を誇るため、内部フレームをはじめに組んで、外装パーツを仕上げて塗装し、それらをパチパチ組むだけでキットが完成するので、パーツ数は増えたものの、初期のキットよりははるかに組みやすいのだよ皆の衆。まあ、外装パーツを仕上げるにしても、どの部分を後はめ加工するかが問題になるわけでして、構造上、大体部のスラスター周辺が難しいので、マスキングで済ませても良いのではないかと思いやす。とにもかくにも、曲面を多用した美しい作りが好まれたキットで、今でもファンの多い一品なのだと言っとこう。エアブラシを持っている方などは、グロス塗装を試してみた方も多いだろう。さらに美しく見せるために、角やバンダイエッジを丸く削ったり、コンパウンドで念入りに磨きをかけるダチの姿が、正直キモかったものよのう。オミットされたディテールを再現したり、ジャイアントバズにモールドされたコードをアルミ線に置き換えたりと、モデラーが好きそうな部分も多いだけに、これからもまだまだ現役であり続けるのにちげえねえ。でもね、まあ、なんだ、稼働を抜きにして考えれば、かつて、B クラブから出ていた75分の1スケールのソフビキットの方が、凶悪さはまだまだ上ですな。ガレージキットでもケンプファーは人気の機体ですし、買わずとも、その表現は一見する価値はあるのでござんすよ。はい。安いコメント、いらんわーい。